こんにちはマキシですウェーイで今日はですねあのお知らせがありましてでずっとやりたかったセミナーをやりますでちょっとこの画面が見る目さん悲しいとにかく9月17日にドイツ旅行が100倍楽しくなるようなセミナーとあと交流会をやりますウェーイ 目的は楽しいセミナーと楽しい交流会をすることです。でたくさんドイツ語が、まあ、好きな仲間を集まって一緒にイベントと、まあ、セミナーできたらいいなと思ってやろうとしていますが具体的に何をやるかというと、あのー、9月17日あの土曜日なんだけど、あのー、6時から8時の間に。 セミナーと、で、セミナーが終わって、その後ちょっと交流会をやろうとします。で、YouTube の動画はいつもこうね、あの5分とか10分とかの動画しか撮ってないんじゃないですか。で、このイベントはまあ1時間ちょっとお話ができると、で、その後まあ皆さんがあの、こうちょっとあの、こうね、会話ができるような まあそういうチャ,チャンスを作ろうと思ってて、で、実はですね、ツイッターとか YouTube からいろんな人からこうね、あの、会いたいですとか、こうね、メッセージが来て、すごい嬉しかったんだけど、こう、なんか時間がないんだけど、こう全員こうさ、一で一で会うの時間がないんだけど、イベントやりたいなってすごい思ってて、で、そしたら、あの、やっぱやろうと思って、やりますで、 具体的に何をすると、まあ、6時から7時の間は、あの、ドイツ、ドイツ観光の,あの情報と、あと、あの、その、ドイツで旅をするための、こう、ドイツ語会話あと、こうね、あの、ドイツ語を勉強したくない人でも、 こう、てか勉強したくないっていうか、あんまり忙しくって勉強できない人でも、こうなんか簡単なドイツ語のフレーズをなんかね、ちょっと覚えてほしいんですよ、やっぱり。ドイツにね、ちょっとせっかくこうさ、出張で仕方なくドイツに行けざるを得なかったけど、でもそしたらね、少しでも一言をドイツ語話してみたいな。だからそういうね、あのこう、旅で役に立つドイツ語と、あとその、 だこね、日常会話の統一語を、まあ、みんなに覚えてきたらいいなと思ってあと、そのやっぱりネットに載せてない観光情報だからそういうのを、まあ、みんなと一緒にシェアしたいなと思いますであとはですねあの場所はです、ね、秘密にしてまして理由は YouTube とか Twitter で発信すると。 こう気がついたたくさんの人が来るとちょっとドキドキしてるので、一応あの参加者は、その借りてきた部屋の人数に合わせて30名にしました。で、あのこうね、あの何人参加するか分からないんだけど、こう申し込み次第。 うん、それで、あの、締め切りすると思います。だからそこは、あの、興味があった人は、なんかぜ、ぜひ、あの、メールとか、後で、あの、ご連絡ください。こう、参加者の、あの、ぜひ早めに連絡ください。で、場所はですね、秘密にしてるんだけど、基本的には、あの、渋谷駅から、まあ、30分程度っていうところにあるのを覚えておいて、あと、車の方でも、駐車場が近くにあります。 で、参加費は 2,、2000。 980円になりました。で、前払いで、あの、その教室の部屋とか撮って、あと教室の中のプロジェクターとか、なんかもう借りてあるので、だから、あの、会場のこう、まあ、イベント代は前払いにしましたので、だからその、ここの動画の下に詳しいこととか、あの、書いてあるので、うん、だから、参加される人はもう本当に行きたいと思ったら、あの、申し込んでいただけると、すごく嬉しいです。うん。 で、セミナーで何を学べるかっていうとですね、あの、こうすごい考えてて、で、まあ、こんな人にこのイベントをおすすめします。でまず、ドイツ語を勉強してみた人が、 こうぜひ来てほし何かこう私ドイツ人でドイツ語勉強してる日本人が来るとめっちゃ嬉しいんでだからそういうのを何かこううんだからどういう方でも少しでもドイツ語勉強したかったらぜひいらっしゃってくださいすごい。 嬉しいです。で、あとはですね、あの、そのなんか独学でずっとドイツ語を一人でこうね、こうバーってこう戦ってドイツ語を勉強してくれる人が、まあ、いるんじゃないですか。で、そういう人はなかなかこうね、ドイツ人のネイティブスピーカーと話すチャンスがないと思うので、なんかそういう人も、あの、ぜひ来てほしいです。あとはですね、あの、ドイツに旅したいんだけど、ドイツ語は全く喋れない人もぜひ、あの、ウェイカー。多分本当に、あの、 そういういそこまでドイツ語できない人がターゲットなんでだからあのー、ぜひぜひ来てくださいでそのなんか特にそのドイツ観光についての情報を流してなんかそのネットはですね日本語しか情報ないんじゃないですかでドイツに旅して日本語で検索するとどういうところに行くかというとね日本人がおすすめ っきたところに行ちゃうんですよそうするとね、せっかくドイツに行ってるのに、調べてきたレストランは日本人しかいないことになっちゃうのよ。だからそうじゃなくて、ドイツ人私が、なんかこういうところは本当に面白いよっていう、まあそういうなんかね、普通ネットで調べても日本人だとこう手に届かないような情報を調べたり、あとこうね、ドイツ語喋れなくてもドイツで旅したい人でも、ちょっとでもね、ドイツ語が話せるようなまあフレーズを覚えてほしいんですよね。 うん、で、だからそこまであの、ドイツ語できなくても、ぜひこのセミナーに参加してくださいっていうことなんで、あのー、セミナーは日本語でやります。あとはですね、あのー、まあ、私の紹介、YouTuber やってます。もう、 ずっとドイツ語に関係するドイツ語会話の動画を作ったりしてるんですけど、実はもう6年前からドイツ語を今日本人に教えてまして、で、最初はバセラの大学院で授業を、まあ、学生さんに教えてたんですけど、その後は読めるカルチャーセンター。まあちょっとあの、学生と違う年齢の人にドイツ語を教えたり、あと個人にもドイツ語を教えたりしたことがあるので、 <coughs> まあ、こういう人です、私。<laughs> 日本人とにかくドイツ語を教えるのが好きで、YouTube で、まあ動画を、まあ、あの、今月で多分160本ぐらい作ってますので、まあそういう変わってる YouTuber です。で、まあそんな感じ。少しでも興味を持ってくれたら、30人であの締め切ります。あの、申し込みは早めでお願いします。 ぜひ、この動画の下で、見てして、見てが開いてるかどうかを教えてくださいということで、まあ、どうぞよろしくお願いします。で、参加する人は、まあ、直接1対1でお会いすることは、まあ、とても楽しみにしてるので、どうぞよろしくお願いします。Besides, tchüss! ス